お気に入りに登録したい複数のサイトがタブで開いている状態です。お気に入りをクリックします。お気に入りに追加のプルダウンをクリックし、現在の全てのタブをお気に入りに追加をクリックします。お気に入りを追加する先のフォルダー名を入力します。 追加をクリックしてください。まとめてお気に入りに登録することができました。お気に入りをクリックして確認してみましょう。作成したフォルダーにまとめてウェブサイトが登録されています。以上で。 タブで表示されている複数のサイトをまとめてお気に入りに登録する方法は終了です。